ストレートの速い車が1台追ってくる。少し待ってみるか。アーサーの GTR、 どれほどのもんか試してみるか。そう来るか、そう来なくちゃな。凌介、やっぱりこの GTR は無敵だぜ。いくらドライバーがうまくても所詮片遅れの FC じゃこの辺が限界ってわけか。俺は高橋涼介、レッドサンズのメンバーだ。知ってるよ。俺は中里武史、ナイトキッズっていう妙義山のチームにいるんだ。ナイトキッズの中里武史、あの妙義山最速の下りの走り屋か。光栄だな、スーパースターの高橋涼介に名前を知られているとは。でも俺の聞いているナイトキッズの中里は確か S13 に乗っていたはずだがまあいいさ。その妙義の走り屋がアキナで何してんだ。おいおい、人のことは言えねえだろ。自分だって赤城のもんだろうが、お互い同じ目的で来たんじゃねえのか。俺はな、昨日見た86、あいつに会いたくてね。三人使いが86に噛みつこうってのか。380馬力にチューンした三人で。何？それくらいわかるさ、直線でのエキゾーストとパワーを見ればな。しかし結果は分かりきってるぜ。上りじゃ86は32に歯が立たないだろうし、下りならどうあがいてもお前の32ではあの86に勝てっこない。なんだと、俺の32が下りで86に負けるってのか。気を悪くするなよ、俺は思った通りのことを言ってるだけだ。やけに弱気じゃねえかよ。弟が負けたからってそこまでおじけづくこともないだろうが、相手はたかが86だぜ。一度あいつとやればわかるだろう、奴に勝てるのは俺だけさ。叫んなよ、そこまで言われちゃ意地でも引き下がれねえな。あの86に勝って今言ったことを取り消させてやる。いい気になっているのも今のうちだぜ。妙義にはこの中里がいるってことを忘れんなよ。ロータリーなんざ3人の敵じゃねえってことを思い知らせてやる。
いくらドライバーの腕が優れていても限界を超えた走りはできねえ。たとえあの86だってな。